はーい。だって、気合を入れるほどじゃないわよ。まだ最初の予選だし、楽勝よ、楽勝。あんたも、まさか最初の予選からギリギリの戦いをするつもりなんてないでしょ？木から落ちるのは猿でしょ？なあ、緊張してるよりは余裕ある方がいいに決まってるって。もしかして、スーパーアイドル、いおりちゃんへの取材かしら？キー！控え室まで追いかけてくるなんて、恥知らずな記者ね。記者の皆様、申し訳ございませんが、許可なき取材にはお答えできません。私が頂点に立ったその時、存分にお答えすることをお約束します。その時はそう遠くありません。少々お待ちいただければと。へえ、なかなか言うじゃない。気に入ったわ。四条高根さん！少しこちらへ来てお話しませんか？プロデューサー、私はいつもこんな感じでしょ？どなたか私を呼びましたか？まあ、あなたが四条高根さん、お会いできて光栄ですわ。そうですか。私、四条さんと少しだけお話ししてみたいんです。ね、プロデューサー、答えははいかイエスでお願いしますね。ねえ四条さん、四条さんってとっても綺麗ですね。ありがとうございます。私、前にテレビで四条さんを一目見てからすっかり四条さんのファンなんです。それはどうもありがとうございます。それで、四条さんは私の名前とかご存知ですか？最近アイドルランキング赤丸急上昇中なんですけど。いえ、申し訳ありませんが存じ上げておりません。要件はそれだけですか？時間の無駄ですので、そろそろおいとまさせていただきます。それでは、ごきげんよう。あなたのような方も存じ上げておりません。ではこれで。な、ちょっと待ちなさいよ。何いきなり帰ってんのよ。ちょっとプロデューサー、何なのよあいつ。初対面だから丁寧に挨拶してんのに。ここまでコケにされたのは生まれて初めてだわ。下手に出たら調子に乗るなんて許せないわ。そうかもしれないけど、でも、コケにされたのには違いないわ！キヒー！確かに、そうかもしれないわね。こんなオーディションはさっさと終わらせて、あいつに一言言ってやらなきゃ！
にかく、こんなところでもたもたしてらんないわ。プロデューサー、私を勝たせなさい。絶対よ。それであいつに一言言ってやるわ。それじゃあ、私準備してくるわね。